はい、デスクはポッキーです。今回はですね、スマホアプリ実況プレイやっていきましょう。面白そうなアプリが何個かありますよ。で、やっていきましょう。一つ目はこちら。リスナーさんにこちら教えてもらったアプリです。なんか、猫ちゃんを操作するアプリらしいです。あ、ユニティのゲームですね。もう信頼できる。猫シミュレーター。よっとぜ。猫になったことはまだなかったからです。ないですからね。で、やっていきましょう。ミッションかな。来た。1。はい。何？チャレンジ 1？ 何が始まるというのですか一体。音はないんですかこのゲーム。来たー、かわいい、超かわいい。待って、銃のマークとかあるんだけど、銃のボタン押してみよう。猫にとっては銃がこれなんだ。すげえかわいい。連打しちゃいたい。何？ねえ、BGM うるさ。待って、びっくりしたんだけど今も。めっちゃうるさいんだけど。これ何？ジャンプ。あ、かわいいね。なんか今見えなかった。誰？待って。え、怖っ。気持ち悪い。なんかサイコブレイクに出てきたようなやつがいっぱい出てくるんだけど。土下座してきた俺に。あ、ひざまずけ。よし、そうだ、いいぞ。車ー、何これ。あ、開脚してる。大丈夫、元気か。おなんなんだこのゲーム一体。ゴートシミュレーターを感じる。うわーうわー、今首伸びたぞ。大丈夫。うおおいいね。いいね。楽しいね。さすがユニティ。車が怖いんだけど、マジで。何をするゲームなの？てか、弱くない敵。うるくる。あ、殴るか。猫パンチ。あ、ポイント入る。猫パンチしたら。うるくる。こんなでかいやつも。開脚。よし、いいぞ。素晴らしいゲームだね、これは。神ゲーかもしんないよ、みんな。何？ステージクリア。やったー。なんもやってない気がするけど。ありがとうございます。次行こう。よし。ゾンビを10体倒せ。あ、書いてある。あ、さっきも書いてあったのかな？見てなかったですね。ゾンビ10体か。ゴートシミュレーターやってきた俺からしてもひどいゲームですね。3人キルしてる。よし、4人目キル。ほんとにこれだけでキルできんのかよ。可愛い子はね、だから、なんていうの、強いパワーを持ってるってことですよ。だから、見た目に騙されないでください、皆さん。おお車に吹っ飛ばされてんだけど、みんな。誰も乗ってないんだけど、この車。ね、大丈夫か俺。俺は車にも勝つんだ。何が起こってんだよ、これマジで。ほら消えたぞ、今。うん、俺がぶっ飛ばしましたね。よーし、土下座させた。ステージクリアー。ありがとう。神ゲーです。危ないよさようなら。おー、大丈夫。うわ、車怖っ。車来たよ。気をつけて。あー。誰だ、顔入ってくんじゃね、俺に。うわ、ひどい。ひで、地獄絵図だ。地獄絵図なんですけど、マジで。なんか伸びてるよ。ルフィ混じってるよ、ルフィ。はい、続いてのアプリはですね、駐車シミュレーターということで、いまいち僕もよくわかってませんが、まあ、シミュレーターゲーム、しかも駐車のシミュレーターということでやっていこうと思います。アメリカンチックですね、絵が。あら、かわいい。あ、どこが痛いんだ、それ。腰か？右上タッチして。レベル1ってことかな。まあ、レベル1は簡単にできるでしょう。あ、この液体をこの注射で刺すと。あ、わかった。もうわかる俺。もう天才医師だから。よし。来たー！はい。こうやって何？ここに置いて。待ってね。あ、針刺すのか。そして液体を入れると。おー、本格的。あ、すげえ。めっちゃリアル。はい。これをチクッとしてあげましょう。まずここに何かを塗った液体を。青あざみたいになった。よし。じゃあ行くよ。刺すよ。おい。うるうる。あー、連打できなかった。あ、ゆっくりやれと。ごめんね。ここら辺刺していいかな。うん。何なんだこのゲームマジで。ちょ、待てよ。しっかり狙っていくよ。刺すよ。はい。完璧。そして、痛そうだからちゃんと拭いてあげる。何？あ、こういうおまけもつけれますよ、みたいな。こう、子供も喜びますよ、みたいな。でも俺左しか使えない。消えたぞ。イエーイ！やったぜー。素晴らしいゲームでした。ありがとうございます、本当に。いや、お医者さんを目指してる方とか、看護師さんをね、目指してる方は、ぜひ、やってみてください。これなんだ、これ。あ、スタンプ押せる。なんで？ね、謎のスタンプ機能なんだけど、すごい。あ、ひよこかわいい。で、ひよこで、こうやっていい感じにしてあげましょう。絶対もう来ないだろうな、この病院に。
はい、では次のアプリ行きましょう。なんかお腹が空きそうなアプリですよ。パンケーキタワー。おー、いいね。BGM がいいね、もうなんか。プレイ。よし、やっていきましょう。何？何すんの？あ、パンケーキ持ってた。何置くのこれを。めっちゃ簡単、このゲーム、やばい。え？あ、わかった。崩れないように置いていくんだ。なるほどね。もう任せてそういうの。俺マジ、得意だから。VS 嵐でこういう企画あったよね、確か。俺マジ、それにずっとね、出たい。俺これ出たらもう、100メートルくらいタワー積み上げて優勝するわって思ってたからさ、マジで。みんな期待しといて。よし。これはまあ、同じように積んでいけばいいだけかな。いい感じにバランスもとって。まあ、目標100枚。やばい、1個ずれた。まずくない？ちょっとまずいんじゃない？しかもちっちゃくなってってる。難しい。あ、嘘。倒れんなよ。あ、怖っ。めっちゃ怖い。はい。あ、OKOK。よし。やばい。助けて。頑張れ、耐えろ。耐え抜け。おい、耐え抜け。ちょっと今顔がやばくなった。やばい。奇跡じゃん。落ちんなよ。バカ。持ちこたえろ。うん、苦しい。あー、31枚。ちょ、まだいけそう。俺ならまだいける。で、真剣に行こう。1枚目からも真剣にもう1ミリもずらさず。いやもうずれてんだけど、ちょ頑張っていこう。危ない。31枚来た。次で新記録。よっしゃー。奇跡。あー待って、倒れんじゃねえバカ野郎。おーい、33枚。みんなランキングっていうの見ていいですか？ちなみに、はい、スライド。みんなランキングは一体どれくらいなんですか？いや気になるな。勝てるわけね。はい、では最後のゲームやっていきましょう。遊び方。ほうほうほう。トニーくんのどこでもバド。トニーくんって誰？すごい気になるけど、やっていきましょう。スタート。よし、レベル1。まあ、バドミントンのゲームらしいです。お、あ、来た。待て、いきなりきつ。オッケー。なるほどね。いや、絶対速さ的に無理だって、これ。うらこれ、全部地面についてもう待って、完全に遊ばれてる俺。いや、明らかに無理だろ。ジャンプできんだ。え、でもジャンプできたところでなんだけど。え、俺めっちゃこれ下手くそ、もしかして。みんなもっと上手くできんの。なんで？え、全然タイミング合わねえ。なんだ。よし、いい。ほい。当たんねえ。ほい。いいぞ。ジャンプショット。エアポッキー。エアポッキー。決めろ。いや、これ操作めっちゃ難しい。マジで。やばいぞみんな。一回やってみて。難しさわかるからマジで。うら、やべ。これね、目標25ポイントみたいな。うわー。いやもう絶対俺バドミントンのゲームやんないって今誓った。ゲームはね。ということで、いかがでしたでしょうか。スマホアプリ実況プレイ。いや、面白いアプリ結構あるよね。ぜひ、興味があったアプリは、全部無料なんで、やってみてください。ということで、もしこの動画を楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してってね。ではまた次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。